はい、今回の動画はワードやエクセルのファイルに残っている作成者なんかの個人情報を一括で削除する方法をご紹介します。 例えばですけども自分で作成したですねワードとかですねエクセルなんかのファイルをですね、まあ、第三者、他の人に渡すなんて言った時にこのワードやねエクセルなんかのファイルはですね、まあ、例えばですけどもそのねファイルを作成したですね作成者の名前ですね、まあ、特にですね本名なんかが入っているとですね、まあ、そのまま渡すのはねちょっとやだなといった場合は、まあ、もちろんですね自分でねそういったね残っている個人情報を検索して削除してもいいんですけどもワードやエクセルにあるですねドキュメントの検査という機能を使うことによってですね、まあ、そういった個人情報をです、ね、一括 でですね自動的に検査をして削除することができます。それではね早速その手順ですけども、まあ、まずはですねその削除をしたいですねファイルを開いてもらってこの左上の「ファイル」というところをクリックをしてこのね左側のですねこの「情報」というところをクリックをしてください。はい、で次にこの情報の中のこの「問題のチェック」というところをクリックをしてもらってこの「ドキュメント検査」というところをクリックします。 はい、そうするとね、ここでね、ファイル内のですね、いろんな検査をすることができますんで、まあ、基本的にね、ここのチェックついてるものはね、このままにしておいてもらって、このまま検査というところをクリックします。はい、そうするとね、この検査の中に、このドキュメントのプロパティと個人情報というところがあってですね、まあ、ここにですね、まあ、今回で言うとですね、この、ね、情報が見つかりましたというふうになってますんで、このすべて削除というところをクリックします。 まあこれでですね、このファイルの中にある個人情報の方がですね全て削除された状態になってますんで、まあ、例えばですけどこの作成者のところとかもですね、まあ、全てね、まあ、ない状態になっているので、まあ、特にですねこの作成者のところのですね、名前が自分の本名とかに、ね、なっていてですね少しね他の人に渡す時に嫌だなといった場合はですねこの手順で削除してもらえるといいと思いますそれでは今回の動画は以上になります今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました